水沢競馬11レース赤松杯オープン 1600m です能力偏差値ですが S ランク1等 B ランク1等 C ランク2等のレースとなります統一指数と指数グラフによる能力判断と適正判断の有用性を確認してくださいこれから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます最後に適性を反映した予想印を公開します 指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列。右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定二0丸を打っています。4枠4番、マツリダスティールです。能力偏差値はトップで、 偏差値ランクは S ランクとなります。金5層では2層前、4層前、5層前に黄色線を上回っています。特に2層前は黄色線を17、4層前は黄色線を29上回る優秀な指数をマークしています。能力的には一歩リードしています。連帯確率は高いです。全馬比較のグラフへ切り替えます。ここのの馬の青色は一歩リードしているるであることが よくわかります。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は 1600m となります。指数がピークとなっている2層前はピンク色の着順が1着で、紫の丸が1800、4層前はピンク色の着順が1着で、紫の丸が2000、5層前の1600では指数を下げており、1600は若干短い可能性が高いです。展開面を見ていきます。 先行力分析シートでレース展開予想を解説します。一角進入予想図ですが、逃げ馬が2頭います。先行タイプが5頭います。この一角進入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、 2走前は鼻を切っての競馬です。4走前は鼻を切っての競馬です。鼻を切って逃げが必須のタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は、61で2位です。上がり指数は、30で9位です。まずまずの先行力で逃げられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。レース間隔を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。 今回は、休み明け初戦になります。過去の休み明けでは、指数を維持しています。レース間隔のリスクは少ないです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。一枠一番、レールガンです。能力偏差値は、2位で、偏差値ランクは、B ランクとなります。金5層では、5層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、 連帯四角は十分です。す。距離適正を見ていきます指数がピークとなっている5層前は紫の丸が25002層前の1600では指数を下げており1600は短く合わないと思われます展開面を見ていきます指数がピークとなっている5層前は6番手からの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は20で直です 上がり指数は、40で6位です。平凡な上がり指数で、させないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。6枠6番、グランメガスマイルです。能力偏差値は、3位で、偏差値ランクは、C ランクとなります。金5層では、5層前に黄色線を上回っています。 能力的には上位馬には一歩を取りますが連帯資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっている5層前は紫の丸が25001600は短く合わないと思われます展開面を見ていきます指数がピークとなっている5層前は7番手からの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は23で9位です 上がり指数は、44ででトップです。高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうです。展開面はプラス評価していいです。レース感覚を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は休み明けたたき2戦目となります。たたき2走目の上積みを期待できます。レース感覚はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。 8枠9番、マイネル・アストリアです。能力偏差値は、4位で、偏差値ランクは、C ランクとなります。金5層では、4層前、5層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。1600は若干短い可能性が高いです。展開面は、逃げ、先行が良いタイプです。 展開分析シートに切り替えます。先行力は、71でトップです。上がり指数は、41で4位です。楽に先行できる高い先行力を持っています。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。7枠8番、筑波九郎王です。能力偏差値は、5位で、偏差値ランクは、D ランクとなります。金5層では、4層前、5層前に黄色線を上回っています。 能力的には、上位馬には劣ります。3着候補まで、で良いと思います。距離適性を見ていきます。1600は短く合わないと思われます。展開面は、後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は、59で3位です。上がり指数は、43で2位です。まずまずの先行力で、後位につけられそうです。 以上の適正分析を考慮しましまた。最終の予想印です。本命二重丸を打ったのは4番です。能力偏差値はトップの S ランクです。距離と展開を高評価しました。対抗丸を打ったのは1番です。能力偏差値は2位の B ランクです。レース感覚と枠順を高評価しました。馬券ですが二重丸を打った4番とお軸に。 相手は丸を打った、1番と黒三角を打った6番と白三角を打った9番と3着はその他印から選んでください。